カフェコージー。はい、カイトとユウスケとヒクゾーのごきげんコージーの昨日商売。イエーイ、いいよ、素晴らしいですね。今日は私も参加させていただけるということで、はい、今日はですね、はい、いつも、カイトさん、カイトくんとユウスケとずっとやってきたんですけど、今日は、僕が所属している岡山ニューラス協会の、はい、まあ、今日本名は佐藤文和と申しますですけど、はい、まあ、ギター、まあ、ギター弾くぞギター弾くぞという名前とか、声のモノマネではフミーザというモノマネ、あのフリーザのモノマネをしながら散らかしております。いろいろ、 いろいろされている、まあまあ、佐藤文和さんが今日初めて、はい、参加、来てくださいました。はい、まあ、彼もですね、実は、工事の機能障害の当事者であって、はい、まあ、僕も初めて、お会いした時はすごいびっくりしたんですね。うん、まあ、岡山、まあ、僕ちょっと教会を、まあ、クリスチャンで、まあ、教会をちょっとこうどうしようかな、どこの教会をっていうのをちょっとさまよってた時に、うん、まあ、ちょっとインターネットでこういろいろ探してる時に、こう、あ、まあいい教会、あ、ここに行ってみようかなって言った時に、実は僕工事の機能障害でって言った時に、うん、いや実は僕もっていうことに、そう、ね、軽度なんですけどね、99の15っていうランクはだいぶ軽いんですけども、99の15、はい、99、89、79、69、49、39、299ってあって、さらにその中にも何個10段階中の10段階あるの、さらに多分そうだったじゃないかな、15、9、5、8、5とか。で、まあ、まあ僕は今2級。え、だいぶ上の方や。柔道、はい。まあ重たいですね。黒帯みたいな感じですね。うん、柔道って言って黒帯ですね。まあまだ白か黄色かぐらいです。まあちょっと最近太りすぎても帯が締まらなくなってるんですけどね。今日もですね、ちょっと帯はね、太っても締められるんだよ。そうか。今日もですね、ちょっとこの、うま辛にんにくラーメンっていうね、うん、ラーメン屋さん、ラーメン食べてきたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったですね。おう。うまくて辛い。めちゃくちゃ辛かったです。そしてにんにくが入ってるラーメンでしょ。そう。すぐ分かりましたよ。匂いました。いやいやいや、もう書いてるから。あ、そっか。そっか。書いてますもんね。めちゃくちゃ辛、びっくりするぐらい辛くて、まあでもすごく美味しかったですね。どうしたらよしのすげえ赤いラーメンが。まあ真っ赤っかです。なんかもう店も真っ赤っかです。店も真っ赤っか、カードも真っ赤っかですね。カードも真っ赤っかね。唐辛子で辛い。唐辛子、何なんでしょうね。さ食べてないから分かんない。でもまあ、うん、まあもうなんか店自体がもう真っ赤っかなんですよ。じゃあ、店主も真っ赤っかな感じ。店主の T シャツも真っ赤っかでした。真っ赤っかね。そう。なるほどね。まあでも美味しかったですね。で、はい。だいぶ脳のメモリー使ってない今ので。今ちょうど赤の話をしたから、はいはい、この赤とくれば黄色。あ、次は。今日はこのですね、最近買ったこのホワイジーサスっていう、これ韓国、ちょうど韓国、うん、まあ、佐藤牧師がですね、韓国とてもお詳しいんですよね。で、ちょうどね、韓国前入りすぎたよ。はい、韓国できますと言いました今、はい、韓国のなんかこうなんとかかんとかっていう先生、なんとかかんとか、うん、ソンチョンシュン、わかんない。まあホワイジーサスっていう、なぜイエスなのかっていう本を買ったんですよ。まあ、日本語でなぜイエスなのかに対する12のキーワードっていう本を買って、今もう 半分っていうのはちょっと言い過ぎましたけど、3分の1ぐらい読んだんですけど、すごいこう面白い本だなと思って、まあちょっと要約はできないんですけど、なんかこういうのをちょっと読んだりとか、まあいろいろちょっと今勉強、まあ聖書も、まあ聖書はまあずっと今勉強してるんです、してるんですけど、まあちょっと今一生懸命いろいろやっていこうかなって思ってて、うん、感じです。黄色、あ、そう、黄色、ちょうどこのホワイジーサスっていう本を最近買いました。その前にこの番組の説明をしてください。はい、
このカイトとユースケと、まあ今日はカイトとユースケと、ゲスト、ヒクゾーです。ああ、ヒクゾーの呼吸工事の機能障害は、工事の機能障害になってしまった僕が、コーヒーを飲みながら、僕とカイト君と、たまにこうやってゲストを招きながら、気楽にコーヒーでも飲みながら、工事の機能障害という、すごくこうヘビーな、ちょっとあんまりメジャーじゃない障害なんですけど、そういうヘビーな、病気について、コーヒーを飲みながら、話をしながら、知ってもらう。そう、障害について知ってもらう。うん、だけど、ただ重たい話をだけをするんじゃなくて、その中でただ苦しんだ、苦しいだけじゃなくて、僕はその中で苦しい中で僕はジーサスに出会ったんですよね。苦しみの中でジーサスに出会って、今希望を持って生きてますよっていうのを伝えていきたい。そういう番組です。で、今、このですね、もし、なんて言うんでしょう。今も、なんて言うんですかね、いろいろ問題抱えてる人がいて、悩んでる人がいたら、ぜひですね、今ちょうど今日来てくださってるので、教会に来てくださってもいいですし、靴屋さん来てくれてもいいし、靴屋に来られても困るんですけど。でもじゃあ教会に。でも誰でもいいんですよ。誰でもいいから、とにかく人に話を聞いてもらう。一、人で問題を抱え込まない。病院でもいいと思うんですよ。病院に行って、いや実は今苦しんでるんです、困ってるんですっていうのを聞いてもらう。一人で抱え込まない。そういう風にすることが大事だなと思ってて。うん。そういう風にしてください。なんかだいぶ話せるようになったね。ありがとうございます。前回はもうこう って何も出てこなくて。多分この人前回はなんとかの手紙ってやつを15分ぐらい読んだんですよ。聖書の一節を読みたいからって言って。はいはいはい。とにかく読みたいんだって15分読んだら、はい、それで多分疲れ切ってしまって、はい、何もこう出てこない。あ、なるほど。いやでもあれは意図があったんですよ。本当にその手紙を読みたかった。はい、だから読みたかったんでしょ。そう。なんで読みたかったんだって聞いても、ただ読みたかったんだっていう山があったから登っただけだっていう理由はないという。でもそうだった。うん、そうだったの。読めなかったんだもん。なお、そう。とりあえずコーヒーでも飲みましょうか。はい。はい。次ます。お。さあ、今日ご紹介するのはこちらのコーヒーですね。こっちのコーヒーもあるからでしょ。どうします？こっちの先に。先に。こっち行きましょう。こっちは。はい。こっちは、あと何コーヒーだったんですか？すごい素敵なキュートなガールの、ステッカーがブチ貼られておりますけれども。これはこれ教会的じゃない、クリスチャン的じゃないですけど、僕見せてあげてください。映画の何ですか？リトルマーメイド。リトルマーメイド。そうよく知ってるじゃないですか。あのなんとかという映画を見に行ったんですよ。名前なんだっけ、主人公の名前。そんなのあれ何だったかな。そんなのに続く言葉っぽい名前。ちょっと洗剤の名前ヒント。あ、なんかカタカナ。そうカタカナの4文字。おお、ありがとうございます。あから始まり。こんなサウンドですか。CM？
はいはい、そうそうそう。おー。口閉じていきますよ。思い出した。思い出した。思い出せないです。まあ、やばい、関ヶ原の戦いが。まあ、2球だからね、仕方ないよね。今ちょっと軽くゲップが出て、うん、もう匂いが強烈で。ニンニクの？ニンニクの匂いが強烈で。いや、うまからニンニクなんだからさ、贅沢な。まあ、とりあえず、コーヒーの香りを味わいましょう。はい。はい。いただきます。でも、このね、コーヒー、こう、カフェでコーヒーでも飲みながら、喋るように障害について語ろうっていうのが、うん、もうね2年ぐらいやってますよ。あ、2年も確か2年ぐらいもう超えてるんじゃないですか。2年コロナ禍ですよね、始めたのね。確かね、コロナ前はやってなかったと思うな。コロナ禍ゆえにスタートしてなかったです、うん、そう、でそろそろあのコンテンツ化しようって言って、お、まあ、ちゃんとチャンネル作ったり、はい、SNS のアカウント作ったりしようかって。いいじゃん。そのうち彼はあの、はい、工事の機能商売講演家として全国を回る。おー、今日なんか朝アップしてくれたかな。うん、あ、そう、前のやつをね、前のやつ今日アップしてくれてない。なんかで先週なんか結構いいこと言ってて、あの、いや、そんなにその障害が辛かったら死のうと思わないの。はいはいはい、はい、何回も思ったよって言われて、なんででも死なないっていたの。もう生きるにしても死ぬにしてもさ、モチベーションがいるじゃん。確かに、希望というか。そう、でなんで死なずに生きていこうと思ってるのって言ったら、うん、そこに希望があるからって言ったんですよ。おお。で生きてればどんなに絶望的な状況でもいいことがあるから、それでだから生きていくんだって言ってて、これはちょっと人の心を感動させる何かがある。うん。まあ、すっげえキュッとまとめたらそんな感じ。なるほど。まあ、これはなんかまあ、僕はまあ昔、その沖縄で、うん、すごい感動した、沖縄のその教会で、はい、一番こう感動したメッセージがあって、はい、クリスチャンに、絶望はないってすごく力強い語ってたメッセージがあったんですよね。クリスチャン絶望はないんだっていうのをものすごく熱心に語られてたんですよ。それをもう聞いて、もう立ち上がって、そうだみたいな、アーメンって叫びたいぐらい、うん、それをこう必死に我慢して、あの立ち上がってアーメンって叫ぶのはどういう意味があるの？いや、もうそうしたいのを必死に我慢して、その通りだ。嬉しくて、そうそうそう、感動して、そうそう、ちょっとこうスタンディングオベーションみたいな、そうしたいのを我慢するぐらい我慢したい、そうしたいのを我慢してうってなるぐらい。なんで我慢した？いや、なんとなく、周りが勝てなかったから。すごく感動して、うん、ああすごいな、すごいなっていうか、もう本当にもう嬉しかったっていうか。うん、その話もしてたね。なんか絶望はないんだって言ってて、何言ってんの、お前絶望してるじゃないかって言ったら、うん、絶望しててもその希望があるんだって言って、うんうんうん、なんだいいなクリスチャンみたいな。へー、なんか逆に僕牧師でそんなことを言っちゃうと、なんかこうある意味でなんか他のところに希望を持ってる人をの考え方を否定してしまわないかな、なんて思って、かえって逆にそういうのちょっと控えちゃうんですよね。そう思ってても、言ったらその分だけなんかこう相手の考え方とか、うん、なんかでもそういうところ森谷くんってまあこれも高次能かもしれないんですけど、やっぱりそんな細かいところまで考えないで、うん、思ったことをまっすぐ正直にオンってこういう、そういう強みなんかなと思ったりします。確かにピュアすぎるよね、彼。うん。あ、そうだ。改めまして、自己紹介してください。あ、はい。改めまして。はい。はい。改めまして。私は、岡山の、
瀬能にある南区瀬能にある岡山ニューライフ教会、牧師をしている佐藤文和と言います。あとは、ギター弾くぞという名前でミュージシャンをしたり、あとは今日はですねこの銅人形を作ってきました。こういう芸術のアートをするときには塚美夫という名前で、活動したりですね、いろいろと、フリーザの声真似をしたりですねこんな感じで活動しております。得意なのはフリーザとあとおい来たのこの昔の目玉の親父のモノマネと、あと幼稚園のお母さん方に受けるのがおんぽんもんあのカバオくんのモノマネこれぐらいです。おカバオくん、カバオくんって誰だ。カバオくんって村人みたいなアンパンも出てきたやつ。はいあおんぽんもんカバじゃん。そのカバなんですよそのままのカバを。そんなことをしてですね、いろいろとなんかいろんなことやってますね。いろんなことが好きで、うん、で好きだったら好きで、ね、カバオくんサイコパスとか出てくるんだけど。カバオくんサイコパス。カバオくんやばいとか。やばいのカバオくんって。僕もね、こんな感じで喋るんですよ。結構ねカバオくんまっすぐすぎてね。こう直球ですね。あはい、それで。山ちゃんかな。声優が、かな、はい、なこんなで結構いろいろ自分にその名前をつけていくんですね。で何でも名前をつけてるわけじゃなくて、なんかこう好きだなと思って気がついたら自分がすごいそのことに没頭し始めてたりすると、あこれってなんかもう一人の自分のチャンネルじゃないのって思って、うん、なんか名前を命名するんですね。うん、そうするとなんかこうすごいやる気が上がってですね、なんかこう自分一人だけのそのチャンネルじゃなくていろんな名前のチャンネルにすることでなんかいろんなこう演じるというかですね、うん、キャラクターを演じるみたいなのが、実はこれも僕高次の機能障害に、まあ、事故7年前ちょっと あの事故に遭ってからちょっとストレスにすごく弱くなってしまって、うん、それからなんかいろんなことがしたいけどできないっていう、うん、なんかこう恐れっていうか怖い感じになってですね、でもそこから自分の中にいろんな名前つけてチャンネルを切り替えるっていうふうにするとすごい楽になって、うん、まあそんなこんなで、ね、こんな名前をいっぱいつけて活動している、うん、本業は何ですかって言ったら本業は牧師ですって言ってですね、キリスト教の牧師。7年前も牧師だった。7年前も牧師でした。牧師になってもう16年ですね、経ちます。じゃあ7年前までは一つの名前だった。7年前までは一人の名前でいろんな活動をしていましたね、うんうん、確か、まあ、ちょっとこうギター弾くぞっていうのはやってたと思うんですけど、事故を後からいろいろ名前が増えましたね。それはなんかこう切り替えにくくなったってこと、事故をしてから。そうですね、なんかストレスを感じるようになったんですね。あれもしないといけない、これもしないといけない、うん、どれもこれもやらないと、うわもうダメだ、全部完璧にしようと思うと思えば思うほど、うん、うわどうしようどうしよう、失敗したらどうしようっていう、うん、すごいそういうストレスになったので、まあ今はもう、まあ、引くぞにやらしときゃいいよみたいな、つかみゆか勝手に作るでしょみたいな、うん、なんか結構投げやりな感じ で気づいたらいろいろこう作ってる、好きでやってるので、うん、これもつかみふ。そうですね、つかみふ、つかみふ、つかみふ、こうちょっとこう入れ替えただけっていいの。反対から読んだら、ね、そういうのいいよな、なんかちょっとこうレトロな感じがしていい、そういう名前が。同世代40歳ぐらい、僕今41、そうですね、同世代ですね。みんな同世代、同世代ですね。本当だ、うん、40、うん、そうか。今日はじゃあなかなか奇跡な、ね、最近王子が2人もいるって最近なんか年が分からなくなってて、俺今42だったっけみたいな、分からなくなってた。ユウスケは自分の中にいろんなユウスケがいるとかはあんまり思わない。あ、それはなんか思わない。ああでも、あ、まあ、あるとすれば、はい、アルチューユウスケ、コウユウスケ、クリスチャンユウスケ、あみたいな、そんくらいかな。あえて言うなら、
強いて言うならば、まあ、でも多分誰もが多くの場合、うん、いろんな自分を持っていることが多いと思う、多いと思います。でもそれをこうあえて分けないと動きにくいっていう人も性格的にはいるかもしれないけど、そういう後天的にそういうことが起こるっていうのがありそうだな、うん。あとまあそんな おいことかめいことかをお世話したいユースケとか、うん、おじいちゃんおじいちゃんおばあちゃんをあれしたいユースケとか、うん、そういうあれしたいって何ですかね、なんかちょっとお世話、あ、お世話ボランティア、うん、そういう小柄のパソコンの販売員に恋をするユースケとかそれあれそれ言ったっけ、なるほど、なるほど、前回言ってて、あ、言ったっけ、そのような情報があったんですねそれ言ったっけ、言ったよ、名刺もらったって言ったよあ、言ったな、いや どこで出会ったのって言ったら、なんかその販売員だと、販売員だからすごいこう丁寧に教えてくれて好きになったとで名刺もらったからまた会いに行けるじゃん、忘れてたのに恋しくてもうとっくの前に忘れとったわ、あ、ほんと会いに行ったんって言ってた、会いに行くのも忘れた行くのも忘れてた、なんか高次脳機能障害に関わらず、その障害者って、はい、こう宗教とか恋とかを語るのってなんとなくこうタブー感あるじゃん、あー、なんか後ろめたさ、なんかちょっとこうダメなことしてるみたいな、そうそうそう、ダメっていうかその、うん、なんか語られてこなかったじゃん、なかなか、あー、今でこそ YouTube で例えばクリスチャンが婚前にセックスするのはどうかとかいうのは相手言ったりしてるし、いろんな障害者さんたちとかがこう自分はどんなことに困ったとか、なんかそれでもこうセックスはしたとかするとか、いろんなのがあるけど、なんか高次脳機能障害の人ってまずあんまり表に出てこないじゃないですか、はいはいはい、はい、まあ、出てる人もいるのかもしれないけど、うん、だって YouTube で高次脳機能障害って検索しても大して何も出てこないで、うんうんうん、確かに分かりにくい障害でもある、で重度の人ばっかり出てくるで、なんかはいはいすごいだから重たい、めちゃくちゃ重い、そう、障害のような、ね、部分もあるし、その面もあるし、すごく分かりにくくて、だからこれはユースケの恋バナとかしたいわけ、あいいじゃないですか、いや僕も恋バナありますし、ね、はい、あと前回前々回で、はい、あのうわ、なんだろうな、体が疲れたらマッサージを受けに行くように、はい、頭が疲れたらキャバクラに行こうって話をして、あ、はい、要はなんか何でもいいけど、その体は体の疲れを取る方法があるじゃないですか、はいはいはい、だけどやっぱりストレスとか単純にそのなんか生きてると脳にも疲労がたまる、はいはい、で高次脳機能障害さんは脳疲労がたまりやすいらしい、まあ、彼の場合だと、だからそのマッサージを受けるようにその脳のストレスを解消する方法として、うん、キャバクラに行こうと、はいはい、で俺コージなんだよ、生きてて大変だからさ、ちょっとあのチヤホヤしてちょっとこう脳をリラックスさせてよって言っていけば、はい、結構リラックスするんじゃないかな、うーん、みたいなのをちょっとあの連れて行こうかなと思ってるんですけど、なるほどなるほどなるほどっていうのもなんでかっていうと前に、うん、こう酒を飲んだ勢いでキャバクラに行ってしまった、はいはいはい、なんだキャバクラ行くのか、でもキャバクラちょっとね、もうダメだねキャバクラちょっとやめとこいやでもあの俺も今酒飲んでないんで3ヶ月ぐらい飲んでないんですけど、うん、あのちょっとこうやめようかなって思ってやめて意外とやめれると思って、うん、だからあの俺も飲まないので、飲まない人と行くといいんじゃないかな、そう違う、まあ、行くじゃない、だから飲まずに行く、うん、飲まずに行きました、じゃあ一緒に行ってたら飲まずに帰りました、はい、その後で行くかもしれない、ああ一人で、そうそうそうだからやめとこう、ああそうか、そういうちょっとこうちょっと刺激がこう入ると誘惑されやすくなる、まあろうそくにね火をつける前はちょっとやらないとつかないけど、一回消えた後って火つきやすいじゃないですか、シュッて、でまたまあ僕は行ったことはないんですよ、そういうところは本当に今まで一回も行ったことがなくて、でまあ行かないのって言われたら、まあ別に
いいかなっていう。でもなんかそのやっぱり僕らは牧師じゃないですか。で罪っていうものとこう、うん、扱うときに必ず最初ってなんだろう、すごい罪じゃないんですよね。最初罪でもないし、うん、中性的な、なんかこう要は最初のものってなんだろう、まあ女性と会うとか、うん、女性にこう話をするっていうその部分自体は全然なんともないこと。でもそれが違うドアに近い位置につながってるんですよ。つまりそこから女性が近づいてくる、顔を近づけてくる、その瞬間にここまで行かなかったらそういう誘惑は遠いんだけど、うん、そこまで行ってしまったばっかりに、で自分が止めていても向こうからそういうアプローチをされたら、うん、男性であることは変わらないじゃないですか、うん、そして刺激をされたらその分だけこう本能っていうのがやっぱりこう、うん、ね、お腹がグーって鳴るみたいな感じで目覚めちゃって、で自分の要はセルフコントロール、自制っていうのがもう効かなくなる状態になるので、その危険を避けるために実はその中間のその部分をあえて見極めて避けるっていうことをやってます。つまりそれ自体が悪いんじゃないですよ、中性なんです、そこは。でもお金もそうなんですけど、何でもそうなんです、アルコールとかもそうなんです、そこにひっついた違うドアがあるんですよ。それによって人を傷つけたり、それによって誰かをこうしたりとか何か暴れたりとか、そこのドアに近い距離に行かないように、まあ、気をつけるみたいですかね。うん、それは牧師になってからそう思った。牧師になる、まあ、もうクリスチャンになった時からやっぱりこれ罪だよっていうのが分かってきたというか。あ、そうか、牧師になる前もクリスチャンだった、うん、クリスチャンでしたね。クリスチャン長いんですか。クリスチャンは長いですね、もう30年以上。ああ、そうか。小5ぐらいの時にバプテスマを受けて、でもその後も本当罪を犯したりとか離れたりとか、それ結構繰り返してたんですよ。ユースケのクリスチャン歴は何年かな。沖縄以来。そうそう、5年ぐらい。5年ぐらいかな。ああ、そうか。ペーペーですね。ペーペーです。確かにそう、近づかない方がいいっていうのはそれもそうだね。うん、そう、事故が起こる。まだそう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 、そうなんですよね。そう、だから例えばそのお酒に関しても、うん、まあ、夜の街に近づかないとかっていうのは、うん、もうそれでも、そうそうなの、うんうん、夜の街に近づいても、別に夜の街に近づくこと自体は中性で、何も別にそれは悪いことじゃない、うん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 、でもそこを通じて危険なドアがもう近いところにあるので、ある手がかかっちゃうんですよね。手がかかる距離にあるので、じゃあそれを止めるって周りは確実に止めないと思うんですね。確かに止めてくれる人が近くにいないから、うん、だからすごくやっぱり危ないから、うん、というところかな。まあユースケの場合はアルコール依存症もあるからな。そう、原因にな。そう、うん、クリスチャンってアルコールに対してはどんなスタンスの人が多い？アルコールをもう私は飲まないっていう人もいます。でもまあ飲むっていう人もいます。でそれが聖書の中でアルコールって禁じられてるものではないんですよ、実は。ただ、そんなイメージはある。そうそう、ただお酒ばっかり飲んでると体は壊しますよね。これってクリスチャンじゃなくても分かるじゃないですか、うん、体も壊すし、また量によるとちょっとこう自分が分からなくなるみたいな、うん、だから危険なものっていう位置はあって、ちゃんとセルフコントロールができる程度にちゃんとあのやり飲みすぎない、うん、っていうことに注意しなさいっていうところは書かれてます。注意しなさい、注意しなさい、うん、ちゃんとそれが自制ができる人と、うん、全然できない人ってまた人それぞれだから、そこが怖いです。で自分も、まあ、今はちょっとね、聞くことがあんまりできない、自分に余裕がないから、うん、でちょっとまあこれからね、まあ、ちょっと勉強というか、自分もちょっと聖書の勉強とかいろいろしていきたい。まずはね、ちょっと麹の機能障害についていろいろ勉強していきたいなと思ってて、
まあ、しばらくねちょっと勉強していこうかなと思ってね。最近勉強したことは何？あんましてない。今はまだしてない。これからし。あ、これから、うん。でも本とか読んでたよね。そう。結構本とかね、あれし、まあ、これとかもそうだし、まあ、うん、まあ、聖書のこと、聖書とかさ、まあ、本は結構いろいろ、今からまあ、買ったりとかしていこうかなと思ってるし、うん、まあ、これからどんどん勉強していくんだけど、まあ、ちょっとしばらく、そういう知見を勉強していくのと、あとまあ、ちょっと落ち着いたら、まあ、聖書学校とか、うんうんうん、そういう地形の、まあ、これはちょっと佐藤牧師にちょっとしっかり相談して、まあ、何ができるかわからないんだけど、うん、そういう、うん、まあ、そういったことを勉強したいかなと。うん。なんか学校に行くとか言ってたよね。そう。わかんない、今だ。いいチャレンジじゃないですか。新学校で勉強してる自分にアーティスト名をつけるとすれば、新学校の勉強してる自分の芸名つけてください。アーティスト名何でしょうね。あれじゃないですか。あれモリエゼルじゃないですか。なんて？モリエゼル。モリエゼル。モリエゼル。解説してもらってもいいですか。解説してもらっていいですか。まあ、与えられた、まあ、聖書の中にエゼキエルっていう預言者だね。預言者エゼキエル。エゼキエル。まあ、すごく知ってないでしょうね、エゼキエル。有名な人？めちゃくちゃ有名。有名な預言者。有名な。預言者っていっぱいいるの？いっぱいいる、いっぱいいる。いっぱいいるんですけど、まあ代表的なのは本当に20人ぐらい。20人もいるの。20人も。ああ、そんなにいますか。ダニエル、イザヤ、アモス。結構、聖書見れば、聖書に登場してくる、あれば、まあ、まあ結構いい。でも予言できるってことは、何かその、ジーザスみたいな力を持ってるってこと？予言者は、まあ、漢字が預かる、言葉のものだから、神様が言われた言葉を預かって人々に伝える、まあパイプ役なので、何かこう奇跡をするというよりは、今は神様がまあこういうふうに願っておられるっていうことを伝える役が預言者。でもそれをこう受け取るアンテナがある人ってことですね。そうですね、そうですね。そこからエゼキエルとモリアを合わせたのかな。もう一回言ってもらっていいですか。モリエゼル。ああ。でもそのモリエゼルってクリスチャンが聞くと、あ、こいつ預言者の名前もじってるってわかる。なんか聖書の言葉をもじってるっていう気はするんですけど、あのエゼキエルよりは。もう一つ言葉で、エベエゼルっていう言葉があるんですよ。そこから取ってるのかなと思うかもしれない。モリエゼルっていう。モリエゼル。なんかあの、エヴァンゲリオンのパチモンみたいな感じがするけど。なんか、ちょっとこう、名前は強そうだけど、よく見ると、あ、そんな大したことない。あ、これは大丈夫だ、みたいな。スカーとかなんかこう、ちょっとこう風を切るような名前だと、うん、ちょっと強烈に攻撃力が高い気がするけど、うん、濁点がついたものってなんか ゴジラみたいな感じで、結構もう見やすいこう、うん、敵キャラみたいな感じがするかもね。なんとかエゼルだけだったら強いんだけど、あ、森ってつくことになんかこう森ゲゼルみたいな、ネイチャーワールドのね、なんかこうまろやかさが出てちょっと自然愛してるみたいな、うん、いいじゃないですか。人を実は愛してるみたいな感じです。いいじゃないですか。いいね。愛があって。じゃあ、モリエゼルチャンネル。なんか、森を大切にしよう。でも多分、モリエゼルって、競合がいないんじゃないかな。モリエゼル。多分。
だって検索してそれしか引っかからないって強いじゃないですか。確かに確かに。ちょっと調べてみますね。いるかもしれない。森エンゼルスっていうのがいますけどね。おお。森エンゼルがない。禁止したワードが引っかかるか。森エゼル、カタカナの森エゼルはないですね。おお。おめでとうございます。はい。承認されました。もうほら、森エゼル・ユースケとかにするんだ。ああ。森エゼル・ユースキエルだ。エゼキエルなんだ。森エゼル。森エゼやユースキエルだ。森、ああ、別でしたっけ。でしたっけ。よくわかってない。そういう、その、なんだろうな、クリスチャン受けがするかどうかは置いといて、知らない人が聞いて、なんだこの、なんか、オタクっぽい名前はと。そういう引っかかりは大事な気がするな。なんか面白いことしそうな。うん。ユースケ・サンタマリアみたいな。だってさ、今日は公演に呼んでいただいてありがとうございました。クリスチャンで高次脳機能障害の森田祐介ですっていうのと、うんうんうん、一般人みたいな感じですね。そうそうそう、今日は呼んでくれてありがとう森エゼルですって言われたらなんかアイドルのコンサートみたいな感じだよね。確かに森エゼル祐介さんでしたーってなんかこう、うん、イエーイ森エゼルみたいなこう見やすい、応援しやすい森エゼル森エゼルやつ、あのリズム取りやすい。あ、なるほど。僕もいろんなキャラクターが自分の中にあるんですけど、タツオカっていうんですけど、はいはいはい、タツオカくんっていうんですよ。おお、なんかちっちゃいミニキャラっぽいな。そうそう、呼びやすいでしょ、なんか。確かに確かに。タツオカくんって、うんうんうん、まあ、いろんな、あの、まあ、普通にこう仕事上のコンテンツがいっぱいあるんやん、はい、まあ、そうやってちょっとこう名前をもじるとかね、はい、あの誰もつけないだろそんなあだ名みたいなのつけるといいですよね、自分で。うんうんうん、楽しいですよね、うん、なんか人生を楽しむって本当にそういうちょっとした工夫というかアイディアなのかなとか思ったりして、うん、自分自身をそういう漫画のキャラクターにしたり主人公にしたりして、そうするとなんかいろんな悲劇が起こったり、うん、嫌なことが起こると、うん、これはコントだこれはコント、コントをしてるんだ、うん、と思うとか怒られてるというコントうん、そういう考え方は便ですよね、うん、なんかあの要はゲームの主人公みたいになったもんで、なんかこの怒られに行くっていうクエストみたいなそうそうそう、クエストもいいですね。そうそうそう、クエストをこなしてる感いいですねレベル上がったみたいな。そうそう、ちなみにそのキャラクターを作るとかっていうのは共感できる？ああ、まあ難しいけど。難しい。まあでも、まあまあ難しいってなかなか、どうやってやればいいんだろうっていうのはあるけど、でもなんか考えるのは面白いかもしれない。うん、例えばなんか俺の昔の名前クロセっていう名前から考えてみるのも面白いかもしれないし、うん、そっから作ってみる。牧師の場合はやりたいことがあってそれにこう名前をつけるっていう感じ、それとも名前とかが存在が先に思いついてそいつが動き出して何か何かをなすの？いや、やっぱりやりたいことですね、うん、名前は後からつける感じですね、うん、やっぱりこうちょっとやめるときあるんですよ、あのとかちょっとやって、あ、これハマりそうで名前つけようかなと思うけどそれほどまでに没頭してない、うん、ってなると名前だけがなんかこう勝手にこう回っちゃうので、それってなんかこう何でもつけてんじゃないのみたいになるのもちょっとあれなんで、やっぱつけたらつけたなりにある意味でプライドを持ちたいしポリシーを持ちたいので、やっぱり没頭してもうこうそこにこうなんだろう、他の人よりもちょっと秀でるぐらいこうなるともう名前をつけていくような感じです。最近没頭してることは何ですか？図鑑風のこの銅人形を作ることですね。1体だいたい15分ぐらいで作るんですけど、早っ。今何体作ったか
かな。もう100体以上は積んでます。これ廃材。廃材です。ってことですよね、多分。はい。エアコンとかの VA 線って言って、まあ、あの、銅が中入ってるので、うん、これ、あの、実は銅線で売れるんですよ。ああ、なるほど。で、あとはこのコンセントとかも、こういうもう廃材で、あの、使い終わったものでこうぐるぐる巻いてるんですね。うん、だからここからさらに、まあ、辰岡くんがこういろんな色のカラーをこう紐とかを巻いてもらってアレンジもすごい全然できると思います、うん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 、ここのこの穴にこうやって通していったらカラフルになっていく。確かに。だから僕も真っ黒であえてちょっとプレゼントさせてもらった。あとはもうアレンジをしてもらって巻きます。そしたら歯切れとか出るんで。あ、いいですね。歯切れとかがすごい出る。あ、そうなんですか。あ、すごい。あ、それを細くカットすれば、はい、こいつに飾れるわけでしょ。です。おお。あ、なんかどこかでまた今度コラボしたいです。なぜかっていうと、僕これの子供たちのワークショップもしてるんですよ、うん、で子供たちってやっぱこう、まあ僕元の人形は作るんですけど、その上から歯切れとか毛糸とか細い、銅線を巻くようにしてて、やっぱり手力がないので、うん、結構この太い線はなんか巻けないので、うん、そういうあのカラフルなそういったものの廃材アートっていうことで巻いていけたらいいなと思ってるので、なんかどっかでそういうコラボ的ななんかことをまたできたらね。そういうコンセプトがあるんだったら、うちも材料提供しますよ。あ、ありがとうございます。素晴らしい。すごいたくさん出るんで、ね、今度7月にあのマビで、うん、あの災害があったところで、まあ、あの今あのボランティアで入った人たちが、まあ、またそこで引き続き継続でそこの方々にボランティアを継続するために一つの家をもう、うん、あの購入して、そこで地域の方のためにイベントをしてるんですよ。そこに今度7月の27か28の時に子供たち、地域の子供たち集めてこの銅人形 のワークショップをしようと思ってますので、ぜひちょっとそこでもうなんか、うんうん、マビって4年ぐらい経つじゃないですか、はいはい、まだ何かその外から支援することがまだまだあるって感じですか。どうなんでしょう。もうほとんどやっぱりいろんなものってもう回復して立て直っていってるんですけれども、うん、やっぱりなんでしょう、僕もちょっとそこまで詳しくは知らないんですけれども、ただやっぱり地域がどんどんやっぱりこう人がいなくなっていったりするから、うん、地域を活性化させるっていう次のその未来に向けてのなんかそういうところにつなげてる働きだと思います、うん、子どもたちのためにとか、うんうん、その災害が起こったことだけのためにボランティアが来て帰るんじゃなくて、継続的にそこにあるその本当に地域の方々にまあ使えていく、できることをこうしていくっていうことかなと、うん、あ、でも確かにボランティアで来たあの時のお兄ちゃんがなんか自分がちょっと大きくなる時もなんか通ってくれて、なんか教えてくれたりとか、なんか残してくれると結構いいですね。うんうん、ボランティア関係なくなんか、そういうの行ったら、そういうボランティアとか行かないの？あ、全然。暇でしょ？ぜひぜひ行けたくない。なんか一緒たまに誘うんだけど、いろいろ忙しいとか言って断られる。何が忙しいんだよこいつと思って。いや、何が忙しいって言ったら、この前も何かで断られたのが、いや、その日は映画に行くからダメだ。スーパーマリオ見に行くからダメだ。誰と行くんだって言ったら、一人で行くのかよ。自分の用事じゃねえか。一回計画するとそれを変えれないかな。そうそうそう。ああ。そういうちょっと頑固モードになる。ああ、なるほど。頑固鉄吉になるかな。頑固一徹になるのかな。あ、確かにそういう人いますね、うん、そういう傾向が強い人、うん、そうなの。あ、でも確かにそうか、決めたら確かに変えれないよね。なんかストレスがかかるんですね、横からするとうわってなるので、めんどくさいんですよ、うん、それは知ってるか。そうか。でもさ、じゃあ先の予定を決めようって言ったらさ、先のことは分からんっていう。そうですよね。あ、ごめんなさい、コーヒー終わっちゃいました。あ、大丈夫です。ちなみに今日のコーヒーは何？何ですか？うん、このコーヒーは、うん、コロンビア。
あ、世代。コロンビアかブラジル。あ、ブラジルでしたっけ？これは家から入れてきたやつ。そうそうそう。忘れました。忘れた。次の方言いましょうか。あ、まあ、いつ入れてもいいんですけど、ちなみに、このご機嫌工事の機能障害って、こんなことをやろうっていうのが毎回大体決まってるんですけど、大体忘れて適当になるんですけど、今日はもう全然決めずに来たんですよ。毎回こういうのがあるといいなっていうのは、賛美。ああ、歌う。そう。だから、まあ、工事の機能障害を、こう、告知する、まあ、広めるためのテーマがあるけど、広めるためのツールは、このクリスチャンとか、この教会のなんかそのパターンとかを使ってもいいなっていう話はしたんですよ、一瞬。なぜかというと、この賛美って、そのみんなのこう心を一つにするっていうか、準備を与えるじゃないですか、準備の機会を。それで、あと、ユースケの場合、歌うと多分脳の何かがこう活性化するんですよ。お、誰もがそういう機能はあると思うけど、どうやら歌うとよく喋れるらしいと。あらま。ほう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 。で、今までは最後に賛美してたんですけど、はい、最初にした方がいいんじゃないかと。ああ、ああ。最初に賛美するとこう調子よく喋れるんじゃないのっていうのを、言ってたのを30分経って思い出しました。じゃあギター今日せっかく持ってきてるからちょっと出しましょうか。賛美しちゃう。で、ほんで、1曲賛美やったんですよ。なんか、はいはいはい、幸せが何だったやつ。幸せ、これが幸せだ、はい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 。で、僕もギター弾けるんで弾いたんですけど、はいはい、それで多分調子に乗って、はい、あの曲もやりたい、この曲もやりたいって出して。ああ、我がママ音になったんですね。そう。で、自分はアカペラは嫌だと。伴奏が欲しいで出して。我がママ音ですな。誰が伴奏するんやと。はい。今日いますよ、伴奏者。ありがとうございます。今日は、伴奏。バンセオスルオです、バンセオスルオに属しているギター弾くぞです、ね、ギター弾くぞってちょっといい名前ですよ、ね、ありがとうございます。なんかめちゃくちゃなんかさ、いい、ちょっとあのちょっとめちゃくちゃいいじゃん、なんかなんていうの、うん、記憶に残ってムカつくっていうネタましい、ネタましい、そのネーミングって、あ、嬉しい。多分名前だけめっちゃ覚えてる。多くの人が今、あ、こういう名前にしようかなって、多分きっとその前に同じ名前の人いるかなみたいな感じで絶対検索してると思うんですよね、うん、それ絶対僕に引っかかって、あら、これはちょっとまあまあ活動してるから被るからダメやなみたいな感じで、うん、みんなこの名前の、うん、特許は多分取れるのかなって思うんですよ。何を賛美する？選べる。ありがとうございます。はい。あの、同じ高知能なんで、だいたい準備がない、記憶がない、っていうのは結構知ってるんです。だから持って行って、なんでないのっていうのがめんどくさいから、持って行っとけばその中から咲かせばなんとかなるかなっていう感じで。あ、でもそうか、工事同士共感するところはある。あります。あ、忘れた、いいよいいよみたいな、これ、あ、あ、すごっ、おお、今日はハーモニカも入れてみましょうか。おお、よいしょ。あ、韓国語、いや、それは日本語ですよ。では、行きますか。見ます？オッケー。ちょっと待ってください。
はい。じゃあ、ちょっと前奏からいくからね。はい。で、僕見たらこう、スタートするってことだから、歌うってことだね。はい。いきます。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。永遠の神の愛は我らの永遠を結ぶ。君の存在が私にはKimiwa ai sareru tame umareta. Ima mo sono ai mishite iru. Kimiwa ai sareru tame umareta. Ima mo sono ai mishite iru.君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。今もその愛、今もその愛受けている。はい。ありがとうございます。どうですか？ありがとうございます。朝晩はありますか？はい。ちょっと韓国語がどれだけわかんないです。ちょっと迷子になっちゃいました。どうでしたか？伴奏がついて。いや、楽しそうで。楽しそうで何を。ありがとうございます。君は愛されるために生まれてました。大体賛美の後何してるの？賛美の後はまあ、そのまま賛美からお祈りにつなげたり、結構こう気持ちがこうほっとしたときにそのまま祈るっていうこと。あ、じゃあ行こう。あ、お祈りを。そうですね。あ、じゃあ BGM をここ横でつけながらすると祈りがよくこうスムーズになりやすい。なるほど。はい。じゃあお祈りさせてください。あなたは愛するために生まれました。あなたは神様の宝物です。自分のことが大事だと、自分のことを大事だと思ってない人がいるかもしれませんが、神様はあなたのことを大事だと思ってくれています。どうぞ、
チムのことを愛してください。そしてあなたの隣人をチムと同じように愛してください。全世界が全世界でさまざまな問題が起こっていますが、すべての人にイエス・キリストの平安が豊かにありますようにお祈りします。感謝して愛するナザレの主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アメン。できたよ。音楽の力もあるね、うん、どう、はい、いい、はい、ありがとうございました気持ちいい。いやいや、気持ちいいとかじゃない。気持ちいいとかじゃない。うん、もうそういうあれじゃなくて。うん。どういうあれなん。どういうあれっていうかね。ただただ大切なことを大切にしていこうっていう感じかな。そうだ。ほんまに？そういうんだ、そういうんだ、そういやでもね、本当にまあ高知の機能障害になってすごくしんどかったし、でもいろいろあったけど感謝なのよ感謝なのはい、今こうやって笑ってるじゃん。はい。ね、こんな俺の話を聞いてこんな嬉しそうに笑ってるじゃん。はい。ね、いいじゃん。いいよ。いいじゃん。ね。だいぶ面白いよ。いいじゃん。いいじゃん。こうやってね、俺の話を聞いて、カイト君がこうやって嬉しそうに笑ってくれてるっていうのは嬉しいじゃん。はい。ね。マリファナでも吸ったの？ちょっとね。ちょっと。いや吸ってない、吸ってない。まあそんな感じです。いやさ、今の歌を歌って、うん、こう祈りをした後の、うん、この落差よ。落差というか、変化よ。ああ。だから、この賛美、賛美とかはすごくいいんですよ。うん。頭にいいの。あ、かもしれないね。気持ち、このまったり感。あ、そうそう。もう終わろうか。もう一曲なんかやりますか。うん。セレブレートジーサスとか入れていいか。ああ、セレブレートないな。ああ、ないですか。いろいろ、これは僕が作った曲なんですよ。ああ。ベテスダとか、雨の日とコーヒーとか、ロック・ザ・モンキー、罪と友、クローバーとか、クローバーこんなんがあるんですけど、なんかリクエストがあれば。リクエストですか、うん、曲が分からなくてもなんかこう歌詞見て、うんうん、あ、これ聴きたいみたいなのがあったらどうしよう。
これにしよう。お。ああ、はあはあはあ、カバーですね、これ。あ、そうなの。はい。これは、韓国の東方神起、ご存知ですか？わかる。東方神起の、曲なんですよ、これ。インサっていう、挨拶っていう曲なんですけど、本当にこう大切な自分のその彼女が、まあ、あの本当に余命があって、でまあ本当に、まあ、最後亡くなるんですけど、その子にその子のことが好きだった男の子がこう捧げる最後の挨拶っていう、そういう、曲です。まあゴスペルとか教会の曲とはまた違うんですけど、でもすごくこれいいと思うので、韓国語とじゃあ日本語でちょっと歌ってみましょうか。はい、じゃあ最初、韓国語で歌ってみます。パラミモムクシガンチョチャナエゲノムモチャラコハンボネミソマジマギンササラカミダクテシガネチチョドサランゲアパドクシンガンチョッチャチュオキコマジマギサハネオサラカミダサラカミダ風が止む時間さえ僕にとって足りなすぎて微笑んでお別れを愛してる君を疲れても傷ついてもその時が思い出でお別れを最後の愛してる愛してる Right here
とか曲がいて。いいですね。まあ、恋の歌。切ない。はい。いいっすね。恋メロ。すごい。いい曲やね。いい曲ですね。いい。すごいっすね。ギターの先生もされてます。はい。前ね。これがそうそうと、あの、僕のチームエゼキエルの一人一人の名前ね。ああ、ああ。感じで、こう。チームエゼキエル。チームエゼキエル。チームエゼキエル。全部一覧に。めっちゃおる。9。9つチャンネル。ギター弾くぞ、ピアノ弾くぞ、シンセ弾くぞ。今、部門になってですね、ギター弾くぞ部門の中に、ギター弾くぞ、ピアノ弾くぞ、シンセ弾くぞ、ニコ弾くぞ、ハーモニカ弾くぞ、ベース弾くぞ、うなれジャンベ、カヤックこぐぞ、魚釣るぞ。魚釣るぞ。魚釣るぞ。カヤックこぐぞ。カヤックこぐぞが全然カヤックがこげてないんですね。カヤックをこぐん。カヤックこぐ。好きです。通訳するべ？するべ。あ、するべ。するべ。先生モードと通訳モードがあります。図鑑見く、フォトモード、絵描きモード、ペイントモード。で、今は武士道、アートっていう、この道人形のやつのモードがちょっと増えました。面白いですね。そう、音楽で思い出したんだけど、はい、あの、歌を作れって言ってるんですよ。お、あの、は事故で大きくなったけど、うまく生きられずに自衛隊に入ったけど、病んでアル中になり、たどり着いた沖縄の果てでクリスチャンになって、なんとか生きてる希望があるぞみたいな人生を喋るよりも歌にした方がいいなと思って。あ、確かに歌詞にしたら、なんだろう、曲をつけるのが得意であれば自分で曲つけてもいいけど、それが苦手だったら歌詞してくれたら僕は曲つけます。ああ、そうそうそう。で、そしたらなんかやっぱよくわかんないけど、その歌が歩いていくじゃん。はいはいはい。あと、あの、なんか著作権に引っかからないじゃん。ああ、なるほどね。自作ね。そう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 、作曲もする。そういう風になると、なんかこう講演をし、歌を歌い、祈って帰ってくるっていう、うん、なんかこう人を助ける可能性が高まるコンテンツが作れるっていう。いいじゃないですか、モリエゼやユースキエ。僕は2年前からずっと言ってるんだけど、まあ本人があんまりそこまでやりたくはないみたいなんで、あ、まあいいかと思ってるんですけど。歌詞だけ作ってくれたら僕は曲を載せます。お、僕結構曲作るときに、うん、あいうえおかきくけこで、あーから始まる、あの、言葉から、会いたいとか、いいから始まったら石ころとか、もう結構適当、うーから、うさぎ、それに題名を つける、適当に。で、それでなんかダーッといろいろこう作っていったりして、うん、結構勢いとノリでね、わーっと作ればいいです。あんまり考えすぎたらダメです。売れるぞ、これは。何の匂いがするぞ。俺は神の匂いしかしない。神の匂い。パフォーマンスするときは、こう、ダドガドチューニングっていう風にして、ダドダド。これで叩くっていう12フレットとかこういう音がするんですよ、うん、なのでこれで、すごっ、おしゃれ。
上中にかっこいいしね、音がかっこよくて。さすがギター弾くのさ、うん、じゃあ、YouTube の BGM はギター弾くときクレジットしてもらって、あ、いいですよ、提供していただきましょう。こんな感じの曲調がいいですか、なんかロックな感じか、ちょっとこうボサノバチックな感じか、優しいバラードな感じか、あの明るいカフェで流れてそうな曲がいいですか。あ、もともとのテーマが、はい、いや、コージってヘビーだよねっていうのを、あ、なるほどね、ヘビーじゃないぜっていう、こんな感じすると、ヘビー具合が余計ヘビーやばいな明るい感じで、明るい感じボサノバ的な、うん、ちゃん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 ジャズな感じが、うん、ちなみに菊蔵さんの今後の活動予定とかは？菊蔵の今後の活動予定は、菊蔵は、なんかと、来年になるんですけど、まあ、来年の9月に、なんかおじいちゃん、おばあちゃんが集まるところの公民館とかで歌を歌ったりっていうのが、なぜか1年後なのに、うん、この間電話かかってきて、急遽入ってきたりとかですね。まあ、ライブハウスとかでも時々やるんですけど、ただどっちかというと引くぞのよりはズカミフのちょっとこう活動予定が今増えてて、まあワークショップしたりとか、それこそなんだ、コンテストに出る予定なんですよ。山口県周南市の現代アートっていう、あ、結構そっち系、そういうのでちょっと出ようと思ってて、あとはまあそういう前この表町の岡山のところでハブラボっていうところではこういう、ありがとうファームさん、ありがとうファームさんのところでやったことがあって、うん、すごい大好評だったんで、ヒクゾーはまあ本当、うん、最近はちょっとライブするあれは少ないんですけどね、ズカミの方が結構やってるんで、ヒクゾーは暇してるんでこうやって言ってください、ズカミはちょっと忙しいんですけど、普段は牧師をしつつ、はい、牧師をしつつ、会社にも行きますし、ギター教室と、うん、あと韓国語教室にもしてます。韓国語は何でやってるんですか？韓国語は、まあ、僕は韓国語が喋れるのと妻が韓国人っていうのもありますし、うん、なんかギター教室だけしてたんですけど、なんか韓国語もなんか教室として教えてほしいって人が出てきて、あ、じゃあ韓国語もじゃあやろうからっていうので今教えてて、生徒さんは何ですか、40人ぐらいいます。うーん、そんなにですか。うん、なんだかんだで、だから月から結構土曜日までレッスンしてます。うーん、ギター教室もしてますし韓国語教室もしてます。うーん、教会の今後はどうなるんですか？淡々と今のことを続けるのか、それとも何かその何かしら違うなんか世界を考えてるのか。今まあ世界というか、やっぱりこう教会ってなんか行ってみんな集まって歌歌って牧師先生の話聞いてみたいな、聖者の話聞いてっていうところを、なんだろう、そのやっぱり牧師先生の話を聞いてっていうのもまあもちろんいいんですけど、僕先生がこう質問をして、みんなが質問にこうそれぞれの思いで答えを答えてもらいながら、お互いがそこで気づき合うっていう、うん、そういう時間がもっともっと楽というか居心地がいいかな。なんかどうしても緊張しちゃうような、そういうなんかちゃんとしたこと聞かないと、最後までこう聞かないとみたいになっちゃってる、そういうのをちょっとこう変えていきたいなっていうのはあります、ね。うん、でも最近すごく変わりましたよね、なんかスタイルは。あ、スタイルを、そうですね、そんな意味では最近すごくなんか恋愛スタイルも変わったなって感じてて、僕もやっぱりギターができるということでギターをずっと弾いて歌ってたんですけど、
音楽ができる人にこうもう渡していって自分は空いてる隙間の楽器をやるみたいな、すみません、何か活動を広げるというよりは、うん、まあ教会自体をより、うん、来て疲れない場所にするっていうのがすごい目標ですね。どうしても人が集まる場所なので疲れを覚えたりするような空間にはなりやすいので、うん、初めての人でも疲れない空間にしていきたいっていう目標があります、うんうん、なんか思ったんだけど、賛美があって祈りがあって、でそれって多分なんだろう、まあ頭のマッサージみたいな、うんうん、でこうちょっとこうフラットになりましょうねみたいな、うんうんうん、でその後で何を持って帰るかはそれ人それぞれじゃないですか、うんうん、だけどこのなんかこう、まあ、音楽でも祈りでも何でもいいけど、そのこうフラットな感じになった状態でその人たちがなんかこう別になんだろう、そのまんま帰ってもいいけど、そこで何かをこう集まった人たちがこう多分コミュニティで何か話をしたりとか、うん、なんかこのお互いに何かをこう交換することがいいんじゃないかなっていう気がしていて、まさにそれです。それは別に教会に限らず、うん、それがライブでもいいし、うんうん、別に何でもいいよ、セミナーとか何でもいいし、美味しいものを食べるとかそういう意味と、うんうん、なんか何人かで共通の体験をした後にそれぞれがこう何かをこうするっていうのは、うんうん、だから酒を飲む代わりに教会に行くっていうのはすごいいいかもしれない、本当に、うん、まさにおっしゃる通りで、一方的に誰かが先生が話す、うん、それを一方的に聞くんじゃなくて質問をしてことに対して何人かがそこに近くのグループでどう思うとか、うん、私はこう思うんだけど僕はこう思うなみたいな話をしてもらって、うん、どうそれぞれのテーブルでその質問でどう考えたっていうのを発表してもらった方がより覚えるというか、うん、寺子屋スタイルですね、はいはい、だからこうなりがちじゃないですか、はいはい、それじゃないっていうのがなんか今っぽいっていうか、うんうんうん、今っぽいって言ったらあれだな、なんかこういいよね、うんうん、時間がその方があっという間に過ぎる、うん、でも一人が一方的に話してたらまだ終わらんのかな、そろそろ終わるかなみたいな、うん、そういう時計とのにらめっこみたいになるのはすごくたとえ良いことを話してても、うん、残らないかなと思ってます。なんか今その未来福教会もなんかこう結構質問をしてなんかこうなんかこう来てきてる人になんかこう質問してなんかこう答えてもらうみたいな、うん、そういう感じに なんかなってるんですよね。なんかそれがなんかすごくいいなと思ってて、うん、いつからやってるんですか、最近ですか。もう最近、先月から。最近じゃん、結構最近、超最 近です、ね、ですね、というのは自分がちょっとこう話すと咳が出てたりして、そこの影響もあってあんまり自分がいっぱい話せなくなったから、これはチャンスだと思ってみんながもっと話せる時間にした方がいいなって。でもなんか逆になんかそれはなんかまあまあまあそういうなんかまあ僕がなんかそういう状況になったからなのかもしれないけど、なんかそれがかえって良かったのかなって思ってますね。まあ、その席が出てないとか それがそういうあれなのかもしれないけど、その質問型にしたのがなんかみんなもなんか話せるようになって話しなんかそういう質問することによって話なんかその会話型みたいになってるのが、うん、なんかこう参加型、うん、参加型の教会みたいになってて、うん、すごくいいスタイル、新しいスタイルみたいになって、えこれもしかしていいんじゃないかみたいな、うん、僕はそういうの感じてる、うん、感じてます。うん、だからお世話型だとレストランに集まるように人が来るんですけど、メニューが常にやっぱり美味しいものを食べたいっていう感覚ですね、うん、でも普段ってやっぱり料理教室に集まるようにして自分がやっぱりそれを聞いてどういう風に料理して人々に愛をこう提供していけるかっていうところに立ち位置に立つことがやっぱり参加型ですかね。その方が意識が変わるというか、うんうん、まあいろいろチャレンジなんか新しいいろいろチャレンジになっているのかな。今後は自分が今質問を考えてるんですけど、その質問も皆さんに考えてもらえるようなちょっとそういうふうにして、うん、
質問までも考えていけたらいいな。こんなことを話してみたいとか。そうですね。質問も考えるみたいな。うん。そうすると僕が見ていない視点が絶対出てくると思うので、それもすごく僕にとっても学びになるし、得るものだ。また僕が分かんないことは分かんないし、それがいいっていうか、全部を知っておく必要はないし、全部がそれが答えとも限らないし、いろんな視点で、ただハートにすごくジーンってくる、これはすごく大事に、お互いがきっともう言葉を超えて、できると思うので、共有はそこはできるかな。なんか牧師も信徒も共に成長できる教会みたいな感じでいいかもしれません。他の教会はでもそれぞれいろんなスタイルがある。そうですね、もうこの一方通行だけやる人もいれば、なんかいろんなのアレンジする人も多分いるんでしょうね、おそらく。そうですね、ただやっぱり多いのが学校スタイルですね、スクールっていう言葉は実はスカラっていうところから来てて、実はあの講談からこう話すスタイルっていうのは昔のそのまあ思想家たちがやってた、でまたユダヤ人とかそういう人たちが、まあ、教える側の、なんかそういうなんか形を当てるので、学校的なものですね。同じ方向にみんな座って、おとなしく前向いて。それが多いと思います。で、後で、それぞれ小グループになって、その話したり、もっとこうそこで、こう、なんかお互いが話したりっていうふうに分けてる教会もあるかなと思います。で、僕はもうせっかくなんで時間もったいないから、一つのその1時間はもうそれも全部同じにした方がいいんじゃない、なんか自分のこと話せるとそれだけで結構満足して帰れるんですよね。確かに、おっしゃる通り。最初はちょっともう行くのやめようかと思ってたん了解、いや、そんなことは、そんなことは言ってたっけ。なんかちょっとあの嫌なこと言われたとか。ああ、ガス中あいや、そういうわけじゃない、まあ、あ、そういう嫌なことも忘れていくの便利、それはそれで嫌なこと忘れない、何でも忘れる。あ、ほんとそんなことあったよね。あ、ほんと、あ、思い出した、思い出してきた。いや、なんかさ、教会の話とかするじゃん、毎回。いや、もうちょっと、教会、やめようかな。なんか思い出してきたな。他の教会に行くとか言ってたよね。一時期なんかどっか行ってたよ。そうだ。それも忘れてるな。覚えてる、あ、それ覚えてる。いろいろ言われたらまずいなって顔になってくる。いや、全然まずくない。あ、まずかない。まずくないですよ。もう着地点は今ね、大丈夫なんですね。着地点、着地点はいいさ。ああ、まあそれはそうか。でもいろんな教会に行く人っているよね、多分。うん、全然。家に近いとこ行ったり、そうですね、なんかいろんなとこ行ったり。合う合わないもんね。二股とか三股とかする人もいる。ああ、いろんな教会行って。ああ、まあいろんな教会を回りながら自分に合う教会を探すっていう人はいますけど、うん、あそこの教会にも行くし、両方の教会にも行くっていうのは、まあ少ないですかね、うん。何かの理由があれば、親がいるから、でも自分の家から近いのはこっちだから、そういうのは。じゃあもう今はもう、ニューライフにもう戻ったというか。まあまあ。間違いない。あ、そう。なんか他にこう今日言っておきたいことある？今日言っておきたいこと？賛美して大体言いたいこと全部言ったよね。多分ね。お祈りもしたし。次回への抱負とか言ってみる。次回の抱負？
次回の抱負っていうのはまだ、あ、次回は多分ちょっと先になるかなっていう話。あ、そうなの。そう。なんで。いやだから。何かあったっけ。また入院でもするの。そうそう。あ、そうなの。入院ないけど、まあグループホーム的な。おう。こう行くかもしれない。一人で生活できんの。本当。した家に火をつけそうになった。そういうことじゃないんですか。そう、あ、それじゃなくて、ちょっとあの、あ、ま、前もなんかあの、なんていうの、施設みたいな行くっていう話したら、それにちょっと待って行こうかなみたいな。ああ。治療とかのために。そうそう。東京？あ、東京。鳥取かどうか。そこで治療しつつ、心静かに暮らしつつ、また元気になったらこう岡山に帰ってくるかもしれない。あ、岡山に帰ってくる。帰ってこれないかもしれない。あ、帰ってくる。あ、本当。こちらは岡山に行った。なんかさ、2ヶ月前ぐらいちょっと調子悪かったもんね、ずっと仕事終わる前。2ヶ月前っていうか、最近めっちゃ悪かったね。なんか、また飲んだとか、また酒飲んじゃったとか。さ、最近結構飲んだ。最近も？あ、最近だね。そう、2ヶ月前か。2ヶ月前で、この。うん。今日なんかあんまりアルコールの話出なかったな。でも、まあ最近はね。でも。この前なんかいきなりさ、LINE 来てさ、飲んじゃってて楽しいで、イエーイみたいな。誰かな。飲んどるわこいつさ。なんで報告してくるんかわからんけど。いつ？結構前。ちょっと前の。大変やな。ダメじゃん。別にまあどっちでもいいけど。なんか来てたよ。また飲んでしまったとか。これが5時の音。ちょっとご機嫌な感じですね。あ、ちょっとあれ聞いてなかった。その人に朝活を紹介したんですよ。そっか。あの毎週土曜日の朝に、まあ、夢を語る会みたいな。ああ。で、あのこう十何人か参加してて、多分何人かのグループに分かれて、最近こんな感じなんだよねっていうのを。話す会みたいなのを主催してる人がいて、で一回行ってみろって言って行ってみたものの、途中で携帯が熱くなってなんかドロップアウトするっていう、携帯が熱くなる、熱暴走で、はい、なんかズームが落ちるみたいな。あ、そう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 。でどうだったのって聞いてなかったわ。だからそれ、そう、そういうこと、そういう話、その話聞いてなかったわ。それだけ教えてよ。だからスマホが熱くなるわけ。それは知ってる。何の話したの？何したっけ？あ、ほぼ話してないだから。どれぐらいで繋がらなくなったの？あ、でもちょっと話したけど、うん、話聞いてて、あ、最初なんか最近最初話言われて、うん、辰岡さんに紹介してもらいましたって言って、うん、で、まあ、そういうのか、そういうのは、まあ、こういうチャンネルやってますみたいな、うん、書いてて、いつも、保険工場みたいな、こうやってて、みたいな。で、まあ、どうぞどうぞ、2つ。こういう、こういうチャンネルちょっと、まあ、工事の人の紹介できるようにしてもらって、みたいな。で、ちょこちょこと自分の紹介して、うん、まあ、それぐらい？それぐらい？話できてよかった。まあよかったな。本当。あれ毎週やってるから。もういい。でもなんか、携帯すぐ切れるから、うん、話できないな。あってやってんね。ズームでやってる。ズームで。なんかあの。あ、でもタブレットだったらできるか。それは知らんけど。Wi-Fi でやると、つながりが悪いんですよ。声と映像だと。
だから図をつなぐときは絶対に有線がつながない。4G とかだったりですか。あ、こんなこう、ピッとか、Google のやつなんですよ、これ、スマホは。あ、これなんかすぐ熱くなって、なんか、すぐなんか、ダメにします。まあ、熱は iPhone 最強だからな。多分なんか。だからインスタライブとかをするときも、全然入ってこないし、すぐどっか行くし。多分、まあ、電波が悪いのか、もうそもそもデバイスが悪いのか、分かんない。インスタもライブされてますね。ちーちゃん入院先からやったよね。ああそうですね。みたいな感じかな。僕は3時15分から、はい、あの一つオンラインのミーティングがあるんですけど。あ、じゃあそろそろですね。もう何かまとめか締めか何かを。で大体こういう時って最後に祈りをして、なんかこう、あれなんか祈り種終わったねって感じになるんですけど、うん、もうやっちゃったので、はいはい、歌も歌っちゃったから、はい、あ、どうやって終わろうかなみたいな。あ、そっか。もう一曲歌って終わる。なんかあの、うん、あれなんだっけ、あの、幸せの、なんかな、これが私の幸せとか。幸せ？ああ。あれ、いい曲だね。ああ。ですね。いきなり言われても怖い。いきます？あ、歌詞よくあったと思う。あったような気がするけどな。これでも確かあるんで。いつから入院するの？入院じゃないのか。うん、入院じゃないけど。入所？うん、そんな感じかな。からまだ分からんけど、もう間もなく。間もなく、うん、やることは決まったん。うん、途中で消えるかもしれないもんね。うん、では幸せいきますか。はい、お願いします。ありがとうございます。ちょっと待って、よいしょ。どうした？あ、そのまんましとってよ、そのまんましとってよ、うん、そのまんま。よっ。華やかよりも清い人生、貧しささえも感謝する人生、主からの力分ける人生、これが我が道、幸せです。辛さの中で
祈れる恵み、悔しささえも主のため感謝、主の御心で生きる人生、これが我が道、幸せで、これが誠の幸せよ。主はくださった幸せよ。これが誠の幸せよ。神の子供とされたこと、これが幸せよ。これが誠の幸せよ。主がくださった幸せよ。これが誠の幸せよ。神の子供とされたこと、これが幸せよ。これが祝福よ。これが幸せよ。これが幸せよ。これが祝福よ。お願いします。愛する天の父なる神様、今日このように、3人であなたの御言葉を、このように、分かち合えたことを感謝します。今苦しみの中にある人のことを覚えてお願いします。今も世界中で苦しんでいる人がいます。その人のためにその人のためにできることがあるならば私にさせてください。何もできないかもしれません。でも私にできることは祈ることです。その人のために祈ります。すべての人がそういった弱い人のために手を差し伸べることができるように、思いやりの心を持てるように、神様、あなたが作り変えてください。今日のこの時はありがとうございます。今日は雨が降りました。この雨にも感謝します。すべてのことに感謝します。これから、私は、これから私は、家族の思いもあって、施設に行ったりとかすると思います。それでも自分の思いではありません。それでもこの時を私は乗り越えます。
そして、この期間を乗り越えて、同じように苦しんでいる人の役に立てるようなものへと成長します。そして、誰かの役に立てるようになって、また岡山の地に戻ってきます。そしてまたこの配信だったり、いろんなことにチャレンジしていきます。そしてまた神様あなたの役に立てるようなものとなって持ってきますので、またその時にはまたその時ではなくていつもあなたが共にいてください。感謝します。感謝して愛するナザレの主イエス様の名前でお祈りします。アメン。ありがとうございます。ありがとうございました。しゃしゃ。じゃあ入院行ってらっしゃい。入院ないよ。そう。入院ない。入所でもない。なんだろうね。治療。まあそんな感じで。治療。行ってらっしゃい。はい、行ってらっしゃい。治療でもない。じゃあもともと不定期開催だけど、さらに不定期開催になります。また成長して帰ってきます。うん。待ってます。また寄らせてもらいます。はい。じゃあ、次回は、まあ、まだいつになるか分からない、まあ、3ヶ月後か、半年後か。長っ分かんないけど。じゃあ、また更新を楽しみにしておいてください。はい。ギター彦蔵さんはチャンネルがありますか？はい、あります。ギター彦蔵で、はい。あと、他にいろんなチャンネルが。岡山ニューライフ協会の協会のチャンネルもあります。じゃあ、この辺に。そう、書いておきますんで、書いてください。ありがとうございます。じゃあ、さよなら。インスタも、ズカミフのインスタがあります。あと、教会にもぜひ来てください。はい。そうだね。もし。華やかでなく、悲しく生きる。何もなくても、感謝して生きる。力分け与え生きる、これが私の幸せだ。涙の時も我が主に祈り、悔しい時も主のため耐える。短い人生、主のため生きる、これが私の幸せ。